はい、では実際に、車まずはドライビングシートの方に乗り込んでみたいと思います。乗ってみましょう。はい、お願いいたします。はい、では、インテリアの方実際に、見ていきたいと思います。まず最初に見た印象、シンプルイズザベストはこのことかっていうようなデザインですね。本当にそうですよね。まあ、以前見た60とか80と比べるとまさに必要なものだけがついている、そういう感じがしますね。そうですね。であとこれ乗ってみて最初に思うのが、このフロントの視界の良さっていうのがこの車抜群ですよね。そうなんですよね。やっぱり道なき道を進んでいく、そういう時には左右前後そういうところの視界の安全っていうのが非常に大事になるんで、そこにはこだわって開発してると思いますね。で実際僕たちもこのオフロードを運転していると、やっぱりこのオーバーハング、はい、このアクロに合わせてどうしても当ててしまったりとか、はい、そのどこを通すかっていうことをすごく考えなきゃいけないんですけれども、これこの四つ角の見切りもすごくいいじゃないですか、はい、だから運転席にいながら車のこの一番前の端がどこにあるのかっていうのがパッと一目で分かるっていうのがすごい特徴的だなというふうに思いました。そうですね。やっぱり狭い道非常に多く走りますんで、角が見えるっていうのは非常に大事かなと思いますね。だから日本で運転が少し自信のない方が乗られる時も非常に運転しやすい車だと思いますよ。まあ、そういった基本的なことが分かりやすく作られているっていうのが、冒頭森さんがおっしゃられたその安全とかそういうところにつながってるんですかね。そうなんです。本当にそうでして、やっぱりお客様に安心安全を、やっぱり人と荷物をしっかり運ぶ、それが70の使命ですので、視界にはしっかりこだまって車を作ってますね。このインパネなんかも、多分こう視界を遮るものがないようにできるだけフラットにねこう作ってるっていうのが、もうこう座ってみるとよくわかります。そうですね。視界もそうですし、皆さんなんかもラリーでそうだと思うんですけども、車が結構いろんな向きに傾くんですよね、はい、なのでしっかりと車の角度、自分の角度がわかるようにできるだけインパネは水平基調にしてますよね。さっき見つけちゃったんですよ、このほうきマークのボタン、僕も覚えましたよ、これアンテナの上げ下げですよね。そうなんですよね、よくわかりましたね。で実はこの車も僕先日運転させていただいたんですけれど、見た目もクラシックな雰囲気もあるし、なんか昔からある車ってイメージがあるんで、なんか勝手に昔の車だと思って操作しちゃって、なんかこのミラーとかちょっと角度合わせようと思ってこう手で押したりしてて、あれと思ったら、あ、なんだミラー電動で操作できるじゃんっていう、なんかこう昔の車の良さのデザインが残ってるけど、しっかり実は今の車ですよね。そうなんですよね。ランドクルーザー70って名前は変わってないんですけれども、何回かのモデルチェンジを含めて時代に合わせた仕様とかデザインに生まれ変わってきてるんですよね。なのでしっかりこう多分ここ2輪の、ナビとかも入ると思いますし、エアコンの吹き出し口なんて本当にもうこれ今の車についてるデザインじゃないですか。そうなんですよね。これも2009年に実はエアバッグが追加されてるんですけども、その時、しっかりより使いやすいような形に生まれ変わってますね。こうね、ヘッドライトのこの光軸調整の、レベリングのスイッチなんかもあったりして、本当に現代の車だなっていうことを感じます。そして、この車、このマニュアルミッションなんですけれども、この再販モデル、これマニュアルしかないって聞いたんですけど、これオートマで乗りたかったなって人もいたんじゃないのってちょっと思っちゃったりしたんですよ。まあそうですよね。ただこの車っていうのはやっぱりヘビーデューティーへのこだわりがありますんで、しっかりと世界で走ってる車の状態をこちらで再現したかった、なので MT の設定してますね。そうすると海外で使われている70というのは実際ほとんどマニュアルなんですね。そうなんですよね。 MT が基本的ですよね。それってやっぱり構造がシンプルで、この壊れにくいとか修理がしやすいっていうことにつながっているということ。おっしゃる通りですね。もう70の哲学はどこへでも生きて帰ってこれることということで、シンプルで壊れにくい、壊れてもすぐ直せる、こういう構造にこだわってます。なるほど。じゃあそのこだわりを貫くためにあえて、マニュアルの設定1本にこだわったということだと分かりました。そして、その横にあるレバー、これは、2駆と4駆を切り替えるレバーだと思うんですけども、この車もパートタイム4駆という理解で合ってますか？おっしゃる通りです。トランスファーの切り替えのレバーになってますね。
まあ、走りよりトルクが必要な時はローレンジにしていただいて、まあ、走る環境によってより良い走行をしてもらおうと思ってますね。じゃあ街中とか高速道路を移動する時には、まあ、燃費なんか考えると2区でいいし、そうですね、でオフロードに入れば4区にできて、はい、おっしゃる通りです。でかつこの岩も登っていかなければとなれば、4のローレンジに入れてという選択になるわけですね。ぜひどんどん白路走ってほしいですね。これはでも実際に使ってみたくなりますね、はい、結構やっぱりメディアの方とか、ユーザーの方と試乗会やりますとですね、運転するのが一番楽しいのはランクル70だって言われる方が結構多いんですよね。なるほど、やっぱり人気があるという証拠ですね、はい、運転する楽しさが分かりやすい車なんじゃないかなと思います。そして、シートなんですけれども、なんか働く車っていうとごめんなさい、シートまあ何でもいいでしょっていう感じが結構あるじゃないですか、はい、そうですよね。でもこれなんていうんですかね、その柔らかくて快適っていうよりはしっかりある程度硬さがあって、で意外とこのランバーの横のサポートなんかもしっかりあって、やっぱりなんか体をホールドさせるっていうことを意識しているのが伝わってくる仕様になってますよね。そうなんですよね。やっぱりランドクルーザーって非常に長い時間を非常に厳しい道を走り続けますんで、いかに疲れにくいか、そういう姿勢と性能を確保する、というのをしっかり、哲学として入れてるシートになってますね。何か僕も座ってみた時に、まあ、レースカーはこう、ね、バケットタイプの、はい、競技専用シートがついてるんですけれども、何かそういう乗り味に一番近いシートがこの70のシートだなっていうふうに感じました。本当にそう思いますね。いやー、やっぱり70インテリア編もこの本気感がひしひしと伝わってくる内容になっております。はい、では続いて、2列目後部座席の方に乗り込んでみたいと思います。よいしょ、ではより詳しく、2列目シートのことを見ていきましょう。まずちょっとこの2列目のことじゃないですけど、ね、こんなにヘッドレスト大きかったんだと思って本当ですね。こうやってやっぱりこう当然オフロード走ると揺られるじゃないですか、はい、まあ、そういう時に頭しっかりサポートするためにということですよね、はい、そうですね、はい、いや本当にいろんなところで走りからこう機能にフィードバックされているということがいっぱいあるなと思いました、はい、より長く走って疲れにくい、そういう構造をしっかりとってますよね。そしてバンタイプの2列目なんで、本当にこんな言い方したらですけど、プラペラのシートなんかなと思ったんですけど、快適性を考えてっていうところまで言わないまでも、思ったよりなんか楽に座れますね。そうですね、自分も乗ってみて本当に座りやすいなと思いました。なんか若干ね、このちゃんとお尻に合わせてこうカーブ作ってあったり、このランバーも、ちゃんと合うような形になってるので、単なるベンチシートではなくて、後ろに乗っても全然長い距離走ってもこれは苦にはならないと思います。で先ほど荷物を積むためにこうルーフを高くっていうような話もあったんですけど、これがまた乗ってても圧迫感がなくていいですね、うん、そうですね、やっぱり本当に大人数で長く乗られることが多いですので、天井が高いっていうのは非常に開放感があっていいですよね。そうですね、すごく楽に乗ってることが苦にならないんじゃないかなと思います。はい、でね、なんかこのアンマッチ具合がまたいいなと思ったんですけど、なんかこの働く車なのにこれなんと後部座席用のこれエアコンヒーターもちゃんとついてるんですね。そうですね、本当に世界中の過酷な地域で走ってますし、リア席に長く乗られることも多いですので、しっかりと気を使ってエアコンをしっかり設定しておりますよね。なるほど、まあ、確かに過酷な場所って路面環境だけじゃなくて暑いか寒いかどっちかですもんね。やっぱりエアコンっていうのは非常に大事な性能ですよね。そしてこれ僕もね実は70乗ったの初めてだったんですけど、なんか意外にこのシートレールのところ、こことシートの間になんか空間あるじゃないですか、はい、これがなんかこの意外となんか足伸ばした時にピタッと入るんで、そうですよね、なんか足の圧迫感が意外とないんですよ、はい、でもそれを狙ってるのかどうか分かんないですけど、はい、まあ本当にやっぱり乗降性考えるとですね、床は下に下げたい、ただアイポイントを上げないと視界が確保できないということで、安全と利便性、これを両立させようとするとこういう構造になってますよね。で結果としてやっぱりシートに隙間できてリラックスして座れる構造になってるんじゃないかなと思うんですね。
なるほどなるほど。フロアを下げつつもちゃんとした視界の高さをキープするためにこういったレールになっているってことですか。はい、いろんなこだわりが見えますよね。じゃあなんかこの安全の最新の装備ということよりも、はい、やっぱり基本的なこととして扱いやすさ、それが一番安全安心につながるでしょっていうようなことが本当にふんだんに盛り込まれた内容になっているということですね。そうなんですよね。決してカビではないんですけれども、ランクルーとして必要な装備、これがしっかりとついている、そういう車だと思いますね。はい、じゃあ2列目跳ね上げてもらったということで、ちょっとそれで荷室を見ていきましょう。もうこうするとやっぱりかなりのスペースがあるなっていう感覚なんですけども。そうですね、お決まりのやっていいですか。いいですか。ちょっと寝てみたいと思います。僕もいいですかね。これ2人寝れますかね。とお邪魔します。さすがにやっぱりランクル60ほどの長さはないんで足が出ちゃいますね。足は出ちゃうのと、ちょっと僕たち近くないですかこれ。むちゃくちゃ仲良さそうですね。ちょっとこれ恥ずかしい感じ。恥ずかしいですね。でもねこれ天井の高さあるんでいや小西さん、これ今日例えばこれキャンプ来たとするじゃないですか、で突然雨降っちゃったするじゃないですか、でもここにちっちゃいテーブル置いてなんか一緒にちょっと飲んだりご飯食べたりっていう、なんかちょっとこたつ的な、なんか落ち着き感ありますね。なんかそういう意味ではいいですよね。はい、いい親近感も生まれそうですよね。なので荷物も十分乗るし、はい、まあ、これはこれでこういうアウトドアの遊びのエリアとして使えそうですよね。そうですね。いやなんか急に和な気分になったわ。なんかここに畳でも引いたら本当に和ですね。あ、でもそういうのもいいかもしれないですね。そうですね。ちょっとござとか敷いたりして、なんかいいかなと思いますね。いろんなレイアウトに変身そうですよね。はい、というわけで、ランドクルーザー70シリーズ、インテリア編、実際乗り込んでみました。中もねこう本気の走りをっていうのがこうひしひしと伝わってくる、なんか男の子心をくすぐるというか、なんか子供の頃に車を見てた感覚を思い出す、そんな車だなというふうに思いました。そうですね。もうそれもそうですし、さっき三浦さんと一緒に車の中で寝てる時は本当に車中泊をしてる気分でしたね。そうですね。森津主査と実際にキャンプに行くとしたら僕はきっと今日より緊張していると思います。でも中で先ほど実際に運転してみたっていう話もしたんですけれども、70っていうと本当に昔からある車だと思うんですけど、これ現代の車なので、乗り味はもうまさに現代の車です。何にも気にすることなく、でそしてこの車幅の感覚とかもすごく分かりやすく乗れるので、もちろん安全だと思いますけども、何よりも安心して乗れるっていう感覚、ぶつかるかなっていうドキドキ感がこういう大きい車でもないなっていうのが一番の印象です。そういう意味では本当に若い方からベテランドライバーまで本当にいろんな方に運転しやすい車ですよね。はい、そうですよね。本当にどこへでも生きて帰ってこられる車で、非常に堅牢な車でありながらですね、しっかりと快適性、乗り心地も気を使って車作りをしている車かなというふうに考えています。本当にランドクルーザーにこれから乗られるという方にはですね、車の楽しみも分かり、そして快適でおすすめな一台だと思いますね。そして何よりもですね、今日このチャンネルを見ていただいて、このランクル70気になる方は実際に自分でハンドルを握ってみることが一番それを体感できることだと思うので、ぜひ70、ハンドルを握って運転してみてほしいです。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。この世界基準の車が日本にはないというのが非常に寂しいなということで、30周年記念ということで復活させた再販モデルになります。フードを開けてみるともう本当に現代の V6 が乗っていて、まさになんかこの羊の皮をかぶった狼的な存在なのかなって。大会主催者が使っているレスキューの車っていうのはほとんどが実はこのランドクルーザー70です。ランクルチャンネルをご覧の皆さん、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。